カレッチは池田国彦による日本の漫画作品。講段者のモーニング2009年14号から2013年31号にかけて不定期に連載されていた。なお、モーニング2011年1号より2013年6号までの期間は月に一度のペースでの連載となっていた。最終章5話分を除き1話読み切り形式。カレッチとは 長距離列車に乗務する客扱い専務車掌。略称の詳細については、車掌電報略語に詳しい。当初は昭和40年代後半を舞台に、乗客のために一生懸命になりすぎる国鉄の新米枯れ地、小木野主人公とした一話完結タイプの人情物だったが、話数を重ねるに従って、年月が進行し、徐々に国鉄の車用化が描かれていくようになった。 終盤では国鉄分割民営化問題に絡めて様々な立場で苦悩する国鉄職員の姿が描かれ昭和62年の国鉄の終焉と JR の発足をもって物語は完結したいわゆるレギュラーは小木の安西栗原堀之内の4名愛知県東部のとある駅の管理を行う商店主の娘 河野緑とその鉄道沿線にまつわる物語。枯れ地初期と同じぐらいの時代を背景とする鉄道公安室の話。グランドステーションを参考までに記載。こちらもモーニングで連載された。ありがとうございます。